宮城県石巻市。震災から4年が経ちました。石巻日々新聞の大見社長は地域の再建に向けて取り組んでいます。いや、まさに再生ですよね。まだ続いてると思います。これからが本当正念場だと思ってます。石巻日々新聞社の社長、大見光一さんです。ここからがまたスタートなのかなというふうに思います。2011年3月11日震災が起きました。大見さんは新聞を印刷する輪転機が浸水で動かないことを受けて壁新聞の発行を決断しました。社長が壁新聞の文字を自らペンで書きました。この壁新聞は震災翌日から6日間毎日避難所などに貼り出しました。翌年の秋、大見社長の提案で地域の情報ステーション絆の駅石巻ニューゼを開設しました。復興に向けて取り組んでいる人たちの絆を強める場にしようと新聞社が独自に設けました。震災から4年が経過、石巻市に隣接する女川町では新しい町づくりが進められています。大見さんは地域が一体となって設立した第三セクター会社の役員として女川町の再建事業に取り組んでいます。一番最初に震災が起きて女川が決めたのは堤防を作らないというところからスタートしてまして、それで今地盤をいっぱい整理してるんですけれども、その決断がその町の造成を早くする効果を生んだと思ってまして、ようやく商店街ができる準備ができたり、この3月21日に鉄道も開通して、象徴的な駅の、温泉施設もできていくということで、一つ現実に町の作りが見えてくる時期なのかなと、ここからがまたスタートなのかなというふうに思います。女川町は大見さんが地域活性化のテーマにしている町です。コバルトーレ女川というサッカーチームを運営し、若い人を町に入れようとしてきました。震災後、地域の人たちにコバルトーレ女川は必要だと言ってもらえたことが大きな支えになったといいます。その一方で復興に向けて住民の減少、特に若い世代の人口流出を心配しています。今被災地に一番必要なことは何でしょうか？そうですね、若い野心を持った若い人たちが必要ですね。で、それを支えるやっぱり仕組みというのも、官民区別なく整えていくことが新しい地方づくりに必要なことだと思ってます。新聞社は震災による人口の減少や新聞離れなど苦しい経営が続いています。購読者は震災前の7割程度しか戻っていません。そこで考えたのが地域に密着した生活情報誌の発行です。新聞の本来の目的である報道と商業広告を分けて2本立てで経営の立て直しを図ろうとしています。新聞紙だけじゃなくて、その生活情報としてどう伝えるかがこれから大事になってくるのかなと。そういう場合にはやっぱり報道だけじゃなくてね、地域情報も2本立てでいかないと今のところいけないかなと。で、新聞取る世代が高齢者がやっぱり自然減で減ってる中で自然増ができてきてるんですね。だからそういう効果をしっかりこう分析しながら新しい地域メディアを作っていこうと思ってます。震災から5年目に入り、町は再生に向けて大きく動き出しています。
新しい地域メディアを作ろうという石巻日々新聞社の挑戦は続きます。